はい、おつまーる、おつまーる、おつまーる、はい、YZ での紹介です。またまた、はい、これ見たことありますよね。この間ミッチーソー行かさせてもらいました、はい、その主催のミッチーさんですね。はい、すいません、お願いします。おつまーる、逆です。あ、違う、こっちです。おつまーる、あざす、はい、すいません、今日はありがとうございます。すいません、ありがとうございます。で、ちょっと今回はミッチーさんのワンエティ、はい、ちょっともう気になるところが多すぎるんで、はい、ちょっと愛車紹介させてもらいます。はい、すいません、お願いします。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 竹中ファクトリー、はい、ではちょっと外装の方から、はい、はい、ちょっと行きたいと思うんですけど、エアロはこれどこのエアロになるんですか？エアロはワンダーっていうところのエアロになります。あ、そこですね、ステッカー貼ってある。エアボンネットもワンダーで、バンパーとカナードとアンダーなフラップ、はいはい、っていうところのやつは全部ワンダーさんを使わせてもらってます。そうなんですか、はい、もうめちゃめちゃ好きで。いや、これめっちゃかっこいいですね。一号かっこいいですよね。めっちゃかっこいい。絶対つけてください、はい、ワンダー推しです、はい、あれはほんまにかっこいいです。ワンダー推しです。春山さん、D1 さん、はい、D1 だけど、はいはい、なんでよろしくお願いします。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 一号つけます。お願いします。いや、ワンダーはほんまにでもかっこいいですよね、はい、かっこいいです。これほんで次はホイール。ホイールはミツルパワーのヤバキングっていうホイールですね。はいはい、ここですね。ゴーストっていうホースなんです。前はヤバキングワンピースっていうステッあのホイールを履いてたんですけど、はい、今はゴーストっていう、去年一昨年ぐらい、まあ、結構最近のホイールになります。なるほどなるほど。で 9.5J、 はい、オフセット忘れました。あ、マイナスですか、ね、いや、プラス5とか。プラスなんですか。プラス5とか、それにスペーサーが入ってるぐらいですかね。フロントタイヤは215、バリの215-358 ですね。バリのですね、はい、こちらですね。これなんかブレーキ周りとか。ブレーキは14、フロントは14用です。あ、フロント14のキャリパーを流用する。あ、なるほど。で、あと足回りでいったら、はい、ミツルパーの車庫帳。車庫帳ですね。もうフローダー。あ、フローダー。フローダー、あの回ります。あ、回るんですか。回るやつ、あの知ってます。知ってます。知ってます。あれですね、くるくるくる、はいはい、サブロックベアリングっていうのがついております、うん、前後。あ、前後で、はい、で10キロ、フロントは10キロ。あ、10キロ、はい、になります。後ろは、後ろは8キロぐらいだったかな。あ、10キロか。あ、ヘルパーと込みです。あ、なるほど、はい、なるほどです。あれでもネジ入れた時にあれなんですよね、こう。そう、反発でよじれがないから本当のちゃんとバネレートのあれ。詳しいですね。いやいやいや、もう勉強します。勉強します。徒歩いるなとミツルパワーです。そうですね、あの派手好きなんで目立ってるあんまりドリスはね、全部色が違うっていうのがもうほんまにかっこいいですね、これね。かっこいいです。皆さんご購入お願いします。いや、お願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ次はフェンダーは、フェンダーはスピリットレイ、スピリットレイエアロレのフロントフェンダーになります、はいはいはい、で、カナードっていうのがフェンダーカナードっていう名前だと思うんですけど、はい、ここはなんだったっけ、スーパーメイド、スーパーメイド、はい、スーパーメイド、スーパーメイド、はい、スーパーメイド、スーパーメイド、はい、スーパーメイド、仲良しなんですよ、実は。お友達です。はい、で、取り付け方はまあこんな感じです。あとはここにつけたりするんだけどかっこいいんだよ。でもこれあるだけでだいぶこう、そう、ワイドに ね、 ね、 なるね、フロントから見た目がかっこよくなるんで。いや、もうかっこいい。このフロントのこのワンダーのこの感じとこの感じで、このでこれサイドステップは、サイドステップもスピリットレイになります。はい、でこれもスピリットレイの。あ、そうなんだ。フェンダーもスピリットレイの60ミリぐらいワイドだから、フロントは多分35か40かちょっと忘れちゃったんで、後ろは60、60ぐらい、グラマラスのテープ。かっこいいです。もうボンキュッポンなんだよ。そうですね、はい、もうボンキュ、くびれてます、くびれて、うん、いいっすわ。いや、もうかっこいいです。いや、もうほんまにかっこいいんだ。もういい、何この雑な感じに見える、見えるかな。丁寧、丁寧やな、丁寧やな。よかったよかった、うん、よかった、やばい。後ろのホイールはこれ透視なんですか。透視じゃなくて 10.5J になります。後ろは 10.5J、 10.5 オフセットは忘れました。あ、はい、調べてください。わかりました。多分サイズはそれしかないです。なるほど、はい、
10.5 で調べてもらった。9.5、10.5。はい。でリアタイヤはビッツァーさん。今日もブース出展されてると思うんですけど。あ、そうですね。はい。ビッツァーさんのタイヤもこのパツパツ加減で走ります。いや、これはほんまにパツパツです。はい、アホです。いや、パツパツ。ああ、気持ちいい。で、3540/18ですね。ブレーキは。GTR のブレーキ。GTR? あ、嘘だ。タイプ M です。タイプ M のブレーキ車とか。32タイプ M? よくあるやつ。名前はよくわからない。そう、はい、昔のよくあるやつ、はいはい。その仕様ですね。で、ロアアームはニスモ。あ、ニスモ。で、各アームがついてて、って感じです。キャンバーアームや、あの辺が。なるほど。いやー、かっこいいな。やっぱワインドかっこいいですね。ワインドかっこいいですよね。いや、ほんまにかっこいいですね。ワンダーにしましょう。はい、ワンダーにします。ワンダーで。はい。はい、ワンダーにします。で、後ろ回り込みまして、はい、この迫力のあるこの GT ウィング。この GT ウィングが、この180作る1個前のものになるんですが、はい、ワンオフらしいんですよ。僕もよく詳細が分かんなくて、はい、その取材を受けた時に、このエアロをつけてくださいっていうところの某メーカーさんが準備してくれた GT ウィングなんです。これ指1本で持ってます、ちなみに。羽だけだったら、あの足はなしで、この指一本こうやって持てます。それぐらいの軽いです、ね。どこのメーカーか分かんない。で、これ、ツイッターによく書かれます。どこのメーカー分かる人、引用リツイートよく書かれてます。僕も知りません。すみません。どこのかよく分かんないです。いや、でもすごいですね、この幅も。まあ、今じゃもう古いかな、多分。あのこのバックステップが僕好きで、これはオーダーです、だから。後ろに長く、あとで横の写真みたいに撮ってもらったら分かると思うんですけど、後ろに長く薄っぺらくしたくて、はい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 、いやーかっこいいな、迫力があります。トランクは、トランクは純正にカバーの、カーボンのやつを貼ってるだけです、ね、あ、そうなんですか、はい、で別にカーボン、普通ほんのドノーマルのギアハッチがついてる、貼っているだけです。あ、でもめっちゃ綺麗ですね、これ。まあまあまあ焦ってたりしますからね。いやいや、もうそれはもう仕方がないですよね、はい、で、もともと中期を後期テールに変えてます。あ、なるほど。後期仕様じゃない、後期じゃないんで、もともと平成6年車なんで。平成6年、平成6年車です。僕の1個先輩ですよ。あ、先輩って言っといてよ、先輩、はい、そうです。ワインティさんって言って。そうです、ワインティさん、お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マフラーは、マフラーはワンオフですね。あ、ワンオフなんですか。はい、フェラーリとかそういう外車のマフラーをワンオフで作っている方に作ってもらったマフラーになります。あ、そうなんですか。リアピースだけ。へえ。溶接がすごく綺麗で。そうですね、はい、ドルフィンのちょっと斜めみたいな感じなんですか。それは僕のこだわりで、こう斜めに出したいって言って。あんま見ないですよね、このドルフィンで斜めて。まっすぐすぎるとなんか蛇口じゃないですか。あ、でなんかひねり欲しいなと思って、ちょっと斜めにしてこういう風に。なるほど、なるほど。感じないですね。前はワンダーさんじゃなかったんで、リアバンパーも、はいはいはい、その時にはちょうどいい形になってたんですけど、まあそれで合わなくてちょっと切ったって感じだったんですけど、まあこの辺はドリフト関係みたいな。ドリシャっぽいかな。で、あんま割れてるんで、バンパーはあんま落ちそうね。あ、わかりました。この前つい最近やったんで。これですね。はいはい、つい最近やっつけたね、あのビオークで。あ、このじゃあ後ろもこうワンダー。そうです、ワンダーのオプション品ですね。フロントと同じ感じです。カナード。これめっちゃいいっすね。めっちゃいいですね。1号もありますよ。あります、ね、はい。かっこいいです。これでどん、あ、なるほど。そういう感じでついてるんですね、はい。ちゃんとビスもついてきますんで。へえ。親切です。はい。で、下に止めるだけです。なるほど、なるほど。そういう止め方ですね。めっちゃいいですね。めっちゃいいです。おすすめです。いや、これはワンダーにします。はい。はい、いや、僕ほんまにワンダーの好きなんですよ。言っときましょうか。あ、言っときます。はい、言っときます。パリマさんに言っときます。お願いします。お願いします。それでは続いて、向こうからちょっと気になってたこのステッカーですね。はい、あ、ステッカー。はい。ステッカーになるんですけど、はい、このステッカーとかっていうのは、ね、これがチーム、ウルトラグルーバーって僕が所属しているチームになりまして、はいはい、今日もフリーダムさん、そうですね、カレー、美味しいですね。美容とかよく。ほんまに美味しいです。のステッカー。そうですね。はい。で、シンカーさんとかもう全部協力してもらってるところですね。これはコンピューターとかエンジン、はい、いろいろ僕見てもらっております。ははははもうお世話になっているところのステッカーを全部貼って、もういつもありがとうございますという気持ちで走らせてもらってます。いや、ありがとうございます。ラブカさんですね。ラブカ、はい、メインスポンサーです。オイルのメーカーさんですね。そうです、オイルメーカーですね。ギアオイルもありますし、もちろんエンジンオイル、はい、
でディーゼルとかのオイルももちろんディーゼルもあります。もうぜひいろいろ検索してもらったら出てくると思う。ヤフーオークションとかにも出展されてるんで、まあ、僕からも購入できますんでよろしくお願いします。はい、じゃあラブカさんのオイルを買うときはヤフーか、ミティさん、はい、僕とだったらやり取りができます。はい、気になることがあればあのオイル何がいいですかって言ったらこれがいいですよとか言うんで。なるほど、なるほど、はい、ぜひ相談してください。分かることは全部答えますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ続いてちょっと中の方に、はいはい、行きますんで、中の方でお願いします。どうぞ。僕じゃない。あ、僕じゃない。はい、すみません、はい、ありがとうございます。メーターはこれメーターはもう廃盤ですね。 EL メーターになります。あ、こういう感じで映ります。 EL めっちゃかっこいいです。かっこいいでしょ。これかっこいいです。これ売ってないですよ、みんな欲しがってます。これも廃盤です。これかっこいいですね。廃盤です。かっこいいですよね。夜みたいですね、これ。夜、また夜撮ってきます。送ります。はい。になりますね。かっこいい。はい。水色ですか、それ。ちょっと、そうです。薄い青っぽい。僕、青好きなんで、まあ、いろんなところの差し色的な感じに入れてるんですけど。青好きなんです。黄色と青が好きで。あ、なるほど。はい。で、この辺も青なんですね。そうですね、この辺とか、まあ、あとでエンジンルームとかも見てもらったら分かると思います。で、ダッシュ、カーボン。はいはい。これはあれですか、上からかぶせる。あ、そうです。かぶせるのですね。あのダッシュ割れ、一さんある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 ですね。ですね。それを隠すためにカーボンと、あと僕カーボン本当好きなんで、はい、全部カーボンにしたいなと思って。ロールバーはこれ。ロールバーは多分セーフティーかなんかの。あ、で、サイドバーをワンオフで曲げて作ってもらってます。あ、当たらないように。ワンオフなんですね。ワンオフです。曲げてもらってますだから。あ、そういうことですね。はい、ちょっとした大会にはサイドバーがいるんで、はいはいはい、それでつけてます。大きい体感もあればちょっと視野に入れてないんですけど。お、後ろもこんな感じですね。消火器があったりとか、はい、あとは 何もしてないです。スポット待ちもしてなければ。あ、いや、なんかあれですね、この一番近い、はい、存在というか、頑張れば近づけるという。そうそうそう、それそれ、そういうコンセプトがあります、僕の中で。その誰でも割と作れる、あのすっごいガチガチの、競技車両って、ま、こんなん作れんじゃんと思う、はい、その中でも街中乗ってて、はい、なおかつあ、これなら真似できそうとか、はいはい、かっこいいなと思ってもらえるような仕様です。だから僕の仕様って基本的に作れます。基本的に今いいこと言いました。コンセプトは真似したらできるよ。はあはあはあ、メーターはデフィですか。メーターはデフィですね。オイル、油圧、油温、油温、水温、水温、ブースですね。ブースですね。はい、ブースですね。な感じですね。いつもデータを取ってオイルの粘度とかあの辺を見たりさせてもらってますね。なるほどなるほど。はい。いやー、デフィのメーターってかっこいいですよね、やっぱり。かっこいいですね。で、僕は一番この BL、はい、で、あのブラックアウトになるやつが好きで、もうずっとこればっかりしか使ってないですね。いやー。で、あれが先ほど言ってたミッチーさんの可愛い世界。はい。あ、これ僕の世界。これ売ってます。そうです。ぜひ。あ、売ってるんですか。売ってます。ご購入できます。欲しい方は。あ、ツイッターのあれアイコンにもなってます。はい。あ、そうですね。です。欲しい方は。欲しい方はぜひ。はい、ぜひ。よろしくお願いします。それはミッチーさんに直接言ったり。DM で。ツイッターだったら DM で。インスタも分かれば。探してください。いますんで僕。はい。この辺もじゃあ売ってるやつなんですか。そうね、今も多分買えると思います。なんかオリジンかなんかだったと思いますね。カーボン FRP もあると思います。あ、でもなんかこれ買えるだけでだいぶレーシーです、ね、レーシーですけど実は純正の方が軽いです。え、そうなんですか。重たいですこれめっちゃ。あ、そうなんですね。やっぱり樹脂で固めるじゃないですか。その重さがすごい。やっぱりあの純正のやつの方がめちゃめちゃ軽い。なるほど、格好です。なるほど。ウルトラグルーバーは格好大事なんで、はい、みんな格好一番なんで。いや、めっちゃ格好いいですこれで。いい紫ですね。それはもらいもんです。なんか他中で何かあります。やっぱり HPI さんの6点シートベルト。あ、こちらですね。これですね。で、助手席も4点がつけております。同じ黄色でこれですね。これいい色しますね。かっこいいですね。こうやって緩めて、あ、ここでこう締めれるっていうやつです。めちゃめちゃいいです。めっちゃいいです、ね、めっちゃいいでしょ。だから降りるとき緩めるんです。毎回緩めております。なるほど。こうやってで誰が乗って誰でも乗る。僕結構車貸すんで。さっきも乗った。先ほども乗させてもらいました、はい、乗ってもらいました、はい、
てもらいました。すごいドリフトがやりやすい。もうこんなにドリフトがしやすい。もうめちゃめちゃ褒め言葉です。はい。もう誰でも真似できて誰でもドリフトできると思う。いやもうほんまにもうすごいですね、はい、やっぱり。ペナルディのハンドルとラフィックスのクイックレイスね、クイックリリースっていうか、そうです。33パイはお気に入りです。あ、ナルディ、わかります？わかります、わかります、わかります。年代近いな。わかります、わかります。これは中国地方とかあっちの方だとみんなこれだと思いますね。だいたい昔の流れで。鍵、鍵がちょっと、鍵、鍵、鍵、これ、可愛いですね。ナットです。ミツルパワーのナットに鍵を差し込んで作りました。まあ、鍵、あ、パネルボンド、あれで作ってます。なるほど、それで作れます。あ、ちょっとそれは真似させてもらいます。はい、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ皆さん真似してください。可愛、はい、いし、かっこいいし。いや、もうこれは可愛いです。はい、まあ、デメリットとして鍵は回しにくいっていうところ。キーホルダーをつけてるのはそのためです。なるほど。これね、鍵がもうここだって回しにくいんです。ドアなんか絶対開けれないですからね。もうここでこうテコの原理だ。もうそんな感じです。はい、でね、さっき乗らしてもらった時に、はい、あのアンチラグ、あ、はい、のあのボタン、ボタンですね、これですね、はい、これアンチラグのボタンです。これです。これめっちゃかっこいいですよね。アンチラグかっこいいですね。で、普通にはもうアンチラグ効いてないんで、あ、街乗りにも全然できます。はいはい、あの人様に迷惑かからない。もうあのボタンを押した瞬間になんかもうスイッチ入るというか、はい、なんかもう自分自身のスイッチも入る。はい、はい、ダダ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 ダ。めちゃくちゃかっこいいです、これ。じゃあ続いてはエンジンルームで、はい、はい、行かさせてもらいますんで、エンジンルームでお願いします。はい、お願いします。じゃあエンジンルームを、はい、お願いします。うわ、まあ、青好きなんで。真っ青です。真っ青です。めちゃくちゃ綺麗な青ですね、これ。はい、これで何かの青なんですか。キャンディーブルー、普通にキャンディーブルーを塗ってもらいましたけど、 K ブレードさんというお店で拭いてもらっております。へ、エンジン今年乗せ替えしたんで、はい、そのついでにエンジンルーム下ろしてる間に塗っちゃおうって言ってもらって、あ、塗っていただきました。なるほど、なるほど。これ黄色と青っていうのなんかすごい、結構あれですね、なんかいいですよね。いいですね、こうしてみたら。このか、これとその辺は海外製のですね。いや、めっちゃかっこいいですね。はい、エンジンルーム塗るとか憧れますね。ですね、はい、僕もやっとこさ、やっとこさです。やっと念願かなって塗ることができました。なるほど、はい、ありがとうございます。皆さんのおかげです、僕が乗れてるのは。いや、ほんまにありがとうございます、はい、ありがとうございます。愛されてるんで。本当かどうかわかんない。いつも感謝しております。ありがとうございます、はい、すいません。で、ちょっとタービン、タービンはトラストの 0620G をカットバック仕様って言って、オーバーホールしてもらった時にそういう仕様にしてもらってますね。何が違うんですか。わかんないです。よくわかんないです。多分排気側のコンプレッサーがなんか削ってるか、まあ、そこみんなさんが知ってると思うんで、あ、教えていただける。詳しい方はコメント欄、コメント欄に。それですね、はい、お願いします。これあれですか、このイグニッション。そうですね、アウディコイルってやつ、の 今の流行りのアウディコイルです。これがつけるとパートラって分かります。ちょっと分かんないです。分かんないですよ。パートラっていうなんか部品があるんですよ、純正の、はい、でももう部品が出ないんですよ、それって、はあ、純正部品が、はい、でそれをなくすことができるっていうメリットもあります。なるほど。で、点火の火の強さもやっぱり上がるみたいで、あ、失火しにくいですね、はあ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 、な感じになっております。いや、これはちょっとね、この間もあの高木さんに、あ、はい、180見させてもらった時もこれついてました。まあ、今の主流って言ったら主流です、ね、かもしれないですね。ということはもう僕もつけなダメですね、順番、うん、順番的に。そんなに高くないです。あ、そうなんですか。思ったよりは、思ったよりは、はい、思ったよりはって思ったよりはで、はいはい、いや、でもそういう失火とかそういうことを考えるとやってた方がいいですもん ね。また純正で探してきて、はい、そのパートラが壊れてまた中古買って、いや、これも壊れたやんってなるよりは、はい、もう一発でこれで済む、はい、もうそれは取り付けも簡単なんで、あ、はい、もうそれはもうやらさせてもらいます。はいはい、この辺のあれは、これはミッションキャッチタンクですね、はい、でこれは普通にあのラジエーターの、あ、なんですか、リザーバタンクになります、はいはいはい、まあ、これ普通に通販とかで買えるやつですね。この辺 の、 そのアルミ関係というか、アルミというかこのメッキというか、はい、もうそういうのに変えるだけでもなんかもうあれですね、またレーシーになりますね、はい、まあ、どれも購入できるし、別に特別なこともしてないですね、僕のは。いや、でも意外でした。
意外ですか、はいはい、このこのあの風貌から。いやいやいや、もう普通です。もっとこの フルチューンというか。いやいやいや、もう手軽ですよ。390馬力しか出てないし、あもうゼロ、そんなもん06つけたらみんなそれぐらい出ると思うんで、はい、もうちょっと少ないぐらいかな。まあミッションとドラ車とか、はい、そこの保護のために馬力は400超えないようにしております。なんか他エンジンルームでなんかエンジンルーム、うん、エンジンルーム、まあまあちょっと見えないですけど、フロントパイプからメインのマフラーのとこまで、はい、メインは違うか、途中まではもうワンオフで作ってもらう新川さん、新川 SPL さんで差し込み式。あ、差し込み式なんですね。です、あフランジがないです。フランジは2箇所だけですね。だけバネで止めるタイプのやつですか。いや、もうただ差してるだけです。あ、そうなんですか。そうだけで、それでない、ミッションのところで止めてるんで、もうそれ以上外れることがないみたいな。なるほどなるほど。ミッションマウントと一緒に固定。差し込み式いいですよね。いいですね。いいですね。いや、差し込み式一回僕も90のマーク2の時使ってたんですけど、僕のやつはもうバネを。あ、バネを引っ掛けるやつですね。引っ掛けるやつでしたね。いいな。つい最近あの購入させていただいて HPI さんのラジエーター。ラジエーターですね。ラジエーターこれ今日何層ぐらいなんですか。いや、なんか2層ワイドとかって購入するときに書いてあったんで、3層までないみたいですけど、めちゃめちゃ冷えますね。あ、そうなんですか。今日も90度もいってないんじゃないかな、なんかすごかったです。実感しました。90度いってないってすごいですね。すごいです。こういうのをやっぱり見させてもらうと、やっぱやりたいことが増えますね。自分ぜひぜひいろいろと検討してつけてください。あとはもうお金が足りるかどうかまあお金はハンコつけば大丈夫なんで。そうですね、はいはい、まあ、それで解決すると思いますもちろんあとは頑張って働けばいいんですよ。あ、そうですね、頑張ります。頑張って働いて、はい、稼げて返していけばいいんです。わ、はい、かりました、はい、頑張っておつまる言います。おつまる言います、はい、おつまるいっぱい行っていきましょうおつまる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 あと何かあります。まあ、コンピューターがまあアンチラグ制御するためにリンクっていう、はいはいはい、コンピューターを使わせてもらってます。制御しないとやっぱりなんかおかしなことになるんですか。いや、でもそのアンチラグ自体をするのがもうリンク と、HKS のキンプロ、はい、もうそれもなんかバージョンがあってそれしかできないらしくて、 あとは最近よくなんかマキシスら、なんかあるんですけど、そのコンピューターそれもできるみたいですね。あ、まあ、今流行りのコンピューター、海外製ですけどね。あ、全然それで絶好調ですね。あ、アンチラグもかっこいいですね。エンジン保護にもなりますし、コンピューターのあれで、はい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 、いや、ちょっとほんまにやらなあかんね、はい、やらなあかんね。ぜひいろいろやっていきたいと思います10月のオズマラソンに向けて宣伝告知だ、はいはい、ここで急にパッと入ります。はい、はい、そしてこちらですね、ちょっと最後、はい、バッテリー重要っすか。はい、これ結構重要で、うん、あ、はい、ここ見える、あ、消えた、あ、 60B19L、 あ、もう同志です。え、同志です。同志、あ、仲間です。すみません、ありがとうございます。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 でも容量は大きめですな、その顔たまらんわ。あの10月も、はい、ミッチーさん、あの来ていただけるんで。え、行くことになってたっけ。はい、ああ、あの行かへんって言っても来ていただきます行かへんって言っても来ていただく、はい、あ、行きます。お願いします、はい、だから実際ね、はい、見れますんで、はい、このタイミング合えば横乗りもぜひ。あ、ということで、ちょっといつもの最高で締めくくりたいと思いますので、はい、今日はミッチーさんの毎日ですね、はいはい、紹介させていただきました。ありがとうございます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 。それではいきます。はい、180最高。竹中ファクトリー。10月7日ですね、はい、岡山県にある美北サーキットでおつまるそうを行いたいと思います。おー、一応これ総合会とオフ会、はい、どちらも一応メインでやりたいと思いますんで、はい、よかったら竹中ファクトリーの公式 LINE 登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、お疲れ様。